服部保長は、戦国時代の忍者及び武将。服部氏の当主。忌みなわ、まとも言う。千賀地方ほの子、鉱山ひだ主室。せんがちほもと、うえしましげるほしつ。まつもとただししげしつ。はっとりたもとし。はっとりやすまさ。はっとりかんじの父。 伊賀国家柿村出身。先祖代々花柿村よやで忍者の棟梁を務める一族の出とされ、初代服部半蔵。伊賀の忍者には、服部氏族の子孫である千賀地、百地、藤林の三屋があったが狭い土地において生活が逼迫したため、その中の一家である千賀地下の補長は旧姓である服部に戻し、 一族を引き連れ、伊賀を出て、室町幕府十二代将軍、足利義春に仕えることとなる。だが、当時は、室町幕府の衰退期であり、補長は見切りをつけて、三河国岡崎に赴き、松平家を安に仕え、ついで永六年間始め頃、徳川家に再始官する。以上が通説であるが、詳細は不明である。また、松平家も、 清康の代には大きく伸長したが、森山崩れを境に一気に衰退、その間の歩調の動向も不明である。歩調により気づかれたとされる、与野千賀寺市場に関する伝承によると、上記の伝承とは逆に、足利義晴に仕えていた、服部歩調が伊賀に戻って、千賀寺市を名乗ったことになっている。 徳川家康の代に、松平家改め徳川家が大きく新調した頃には、すでにその子、服部正りの代になっている。ありがとうございます。